スタート社が初イベント、We Are を東京ドームで開催。ファンへ感謝伝える。4月10日、旧ジャニーズ事務所のタレントが所属する新会社、スタートエンターテインメントが、初の大型イベント、We Are。Let's Get the Party Start を東京ドームで開催した。この日はスーパーエイト、カトゥーン、平成ジャンプ、キスマイフット2、タイムルズツ、ABCZ、ウエスト、キング&プリンス、ストーンズ、スノーマン、なにわ男子、トラビスジャパン、AA グループの総勢13組のグループが集結。会場を埋め尽くしたファンと共に新たな一歩を踏み出した。各グループが代表曲をパフォーマンス。トップバッターで登場した平成ジャンプは、平平、東京ドーム。騒ぐ準備はできてるかと山田涼介が観客を煽るとファンも大歓声で応える。その後も、各グループが次々と入れ替わり代表曲をパフォーマンス。カトゥーンのバックダンサーを務めていたキスマイフット2、キスマイフット2のバックを務めていたトラビスジャパンの3組がステージで豪華なコラボを見せた。また、MC では、ストーンズのジェシーが、被災された方々にも届くように全力で僕たちも声を出していきますので、皆さんも声出せますかと呼びかけると、観客からの熱いリアクションを受けて、安心してください。声立てます、と続けて笑いを取った。ライブの中盤には、4月1日付でセクシーゾーンから改名したタイムルズツが VTR で登場。佐藤勝利は、僕たち3人はこの春から新しい道を歩き始めました。その中で名前を改めるだけでなく、大きな決断をしましたとコメント。松島聡はグループからメンバーが巣立ち、僕たち3人だけが残ったように思われるかもしれませんが、これはセクシーゾーンから全員の旅立ちだと考えています。そして、新しい進路がタイムルズツですと改めて改名のいきさつを話した。最後に菊池風磨は追加メンバーオーディションに触れて僕たちタイムルズツは新たな可能性を広めるためにメンバーを増やします。ただ、セクシーゾーンとして歩んだ道が消えるわけではありません。今までの思い出をぎゅっと抱いて、今度はタイムルズツとして東京ドームに立ちたいと強く思っていますと力強くコメントすると、会場は温かい拍手に包まれた。